こんにちは。日本でアニメーション監督をしている湯浅正明です。アヌシー映画祭は私にとっても大切な映画祭ですが、過去に私の作品である夜明け告げるルーの歌、君と波に乗れたら、そしてアドベンチャータイムのエピソードなど、昨年はジャパンシンクス2020も皆さんとシェアすることができ、とても嬉しく思っています。今年もアヌシーでお会いできることを楽しみにしていますし、私の最新映画犬王を皆さんと一緒に見られるのをとても楽しみにしています。今回ミファキャンパスの2022ゴッドファーザーとしてお招きいただきありがとうございます。若いアニメーターの方に自分の話をするのは得意ではないんですが、もし聞きたいならお聞かせしたいし、逆に私が皆さんのお話を聞きたいと思っています。そういう機会があることを大変嬉しく思っています。6月17日金曜日午前9時から行われるミファキャンパスデイで、クリエイターやアニメーターの皆様に会えるのを楽しみにしています。湯浅正明でした